めっちゃた、なんかさっきはずっと見てたTikTok マイクしてないから音が不安定かもしれない、申し訳ないTikTok 見るのめっちゃ楽しい。なんか TikTok ってさ、すごいなんかイケてるうわーみたいなうわーみたいな人がやるもんだと思ってたから、なんかちょっと抵抗があったんですよ。でもイコラブで TikTok やりますってなって、メンバー、いろんなメンバーでこうやってやってみると楽しいもんですよ見ると本当に楽しい。なんか一生見てられる、なんか可愛いメンバーが単純にめちゃめちゃ可愛い、癒され可愛い、可愛いね、めっちゃ可愛い、ウェーイとかイオリとかが結構なんかもともと見てたりして、キアルちゃんとか今日載せてた、翔子と載せてた今日好きダンスとか多分もともと多分知ってて、もうすごいね、すごいのよあの二人個別握手会行きます、ありがとう。イオリは芸人だった、あのね、聞いて、まるまる、全力まるまるのやつをなんか大阪の時にね一回撮ったんですよ。一回撮って、それが本当にみんな全力でやって、私すっごい全力でやったんですよ。投稿しようとしたらしいんですよね、ちょっと某メンバーが某メンバーが投稿しようとしたら、で撮り直してあの投稿になったっていう話。いや、あのあれはね、本当に見てほしかった。私は今までで一番最高の変顔をしたのでもあれと同じのはちょっともうできないな。そうだからすごい残念だなって思って、残念だなって思ってます全力まるまる、全力でね、やったんだよ変顔ガチでやった、本当に私あんまり変顔やんないんだけど全力変顔やった。今ここじゃやんない全力おこがもうめちゃめちゃ変な顔しかしてない変な顔しかしてない笑顔とハイチーズはちゃんといい顔したけど、シンプルな服可愛かった、ありがとう、な好評なぜだか好評だわ、ありがとうありがとうございます、うん、よりもできるよ、かな、シンプルな服は、うん、ボーダー、あれは H&M のボーダーのタートルネックです。あれ一枚でも大丈夫だったけど、中に着る寒くなった、うん、イヤーさんで買ったするのは私の前だよ。じとめできるよ。いい感じになって、でもこのいつもショールこのショールームじゃあんまりわかんないよね。わかんないけどね。死んだ魚の目ならできる。見て、きっと君なの名前プレート、きっと
今度マイク買ってくるね。マイク買ってこなきゃ。マイク不安定。あ、ブログに花丸気分に今日ツイッターのなんかお昼ぐらいに書いたツイートで、なんだっけ、私に可愛くなる方法というものを今ブログに書いてて、可愛くなるっていうか、なんか今までやってきて、なんか結構花ちゃん垢抜けたねとか言っていただけることがありがたいことに多くって、でそれが嬉しいので、こんな私でよければ私の私のことを少し書こうかなと思って、昨日急に書き始めて、深夜テンションに書き始めたから、もう止まらなくって、すっごい勢いで、めっちゃ長文で、もうなんか開業とかも何もせずにバーって書いたから、けどそれを今日ちょっと開業とかしてちゃんと綺麗に整えたので、でいい感じになったら投稿しますでもね、あれだよ、なんかメイクとかメイクの方法とかを書いた、なんか私のなんかその 変化というか、1年前はこうだったけど今はこうしてるよとか、ここはこうだけどこうした方がいいよとか、私はこうはこうだけどこうした方がよく見えるよとかを書いています。メイク分からないこともあるかもしれないんだけど、よかったらぜひ。メイクのを書いて、なんかもしなんか何かあれば、他のなんか何ですか、味とかもう書こうかなとか思うと、それはちょっと分かんないまだコスメは基本的にプチプラが多いので、その辺とかも買いと思います。お揃いとかしやすいかなって思います。そう、結構すごい言っていただけるのが多いので、よければ何でも言いますよっていうことで、花丸気分にリップの書いたら、女の子がいっぱい買ってくれて、お揃いにしたよっていう報告がたくさん来て、私は嬉しいですよタワーありがとうございます。めちゃめちゃペンが出ないわよいしょ、あとペペペありがとうございます。ちょっと今日はね、短めにパワー短め配信をしようとしているのお揃いなかったけどなかなか届かない、なんとでもなんかエチュードのティントって結構乾燥しやすいだけど、もう私はもうモアリップっていうリップクリームをもう塗ってからつけてティント塗って、その上にクロス塗ってるかな。まだみんな明日早起きってしてるのかなでも明日早いんですよね
さん、ありがとうございます。アンナが早起きだから、アンナさん、アンナさんで、アンナさん、アンナさんでイコラブの、イコラブの何動き行動がわかる。寝坊しませんように、寝坊しないようにしなきゃ。目覚まし時計3個ぐらいかけとこ。全然聞こえないんだよね。でも目覚まし、目覚まし時計が聞こえない、聞こえないったら聞こえない。うん、リーちゃんも言った。すごいファンの方がリーちゃんって言ってるとなんか不思議な感じする。リサ、モーニングコールするで。モーニングコールね、あんま聞こえないんだよね。ワイも早い？一緒に早起きしような。聞こえるんだろうね。で、イヤホン、イヤホン挿しとけばいいんじゃない？うるさすぎて飛び起きそう。わーって。花丸気分に。すんごい長くなって分けて書こうかなってちょっと悩んでるところ。でもなんか写真付きの方がいいのかなとか、なんかいろいろ悩み始めちゃって、なんか文字だけなら多分もうあげられるんだけど、写真をどうしようかなって悩んでるところ。やっぱり写真あった方が分かりやすいと思うから、ちのがいいかなって思っているんで。写真付きだけど道具が汚いんだよね。汚いんだよね。汚いからちょっと載せるのもどうかなってちょっと抵抗がある。ショールームでメイクしてるとこ見たいかも。本当？な気がするんだよ。なんかショールームでメイクしてるの分かるかな。なんか画質とかで。私何時に始めたんだろう。できない。私本当に全然すっぴんはね、ダメ。すっぴんはどうだろう、見た目的に。そのためにあのその写真をね、ちょっとツイッターで見て探ったらもうすごい写真がたくさん出てきたので、それをちょっとペペペッと読んでもらったの。なんかその私がツイッターに言って、あのツイートをしたら、なあたんが「えこれ何何？」って聞いてきてくれて、それでブログにこうやって書いてるんだよって言って、こうやって記事を見せたら「めっちゃいい」って言ってくれたので、見て何してんだろう。届いた？うん。ドゥドゥ。よくわからん、どうしよう。イコラブなんかと、うちもなんかあんまよくわかんない、わかってないんだけど、なんか多分その検索みたいなところで、多分おすすめ欄みたいなところでどんどん流れてきちゃうから、そこじゃなくてなんか検索欄みたいなところでイコラブ TikTok って調べて、お気に入りと。
いんじゃないきっと。なんか再生回数とかハートとかさすんごい多くない？コメントとかもさ TikTok ってなんかすごい異常なぐらい多いからさ、一体どんな人がどうやってハートをこんなたくさん送りまくをたくさんしているんだろうってすごく不思議。いうのが待った音声がなくなったてしまどわぽくぷーさんぽくぷーさんぷーさん何なんだあーち蜂蜜食べたいなうん蜂蜜食べたいねあたプーさんの映画なんかどうなんだ見たらさ私何やってんだろうとか思わないのかなやってること Vogue Japan のYouTube を見ることに今めちゃめちゃハマっててハマってて73の質問っていうあの企画セレブたちにその73の質問をねしていくんですけど、それが本当にめっちゃおしゃれで回答がいいですいうことしか起きなくて、何急に話してるのって思ってすごいいろんな人に言ってるんだけどこれの。
ローマ字わかんない。ぼぼぼ諦める。Yes, good. 73の質問。そうそうそう、ぼぼぼぼぼぼぼこれドゥーン、これドゥドゥドゥン、これね、覚えた？これような感じ、気持ちになる。質問、何か質問はありますか？何か質問。こんばんは。髪色キープ。最近辛くない？最近元気。大葉好きだよ。美脚の秘訣は？あれ、何？あれ。吐く。うん。生きてますか？生きてます。二重でに？OK。最近のトレンド、なんだろう、粉もんガールズに関わりたいって書いてある。方言が好き？え、わかんない。どこの方言が好きなんだ。みんな好き。最近チョコミンカツしてる？最近なんか食べた。覚えてない。なんか食べた。覚えてないけどなんか食べた。あ、今はあのファミマのチョコミントのその。あまりしてない。今関西弁話そうと思ったけど全然 I love you とか言いそうになっちゃった。ポニーテール。いやー、なん
のミント、ええー、そうなるの、初知り。それは町のタピオカ美味しかったよ。黒糖タピオカが食べたい。黒糖タピオカ、あ、見た見た、チョコミント、ミント100円ドーナツ、ドーナツ見た。スタバのカボチャ飲んでない、ノー、スタバノー。聞こえてるのかなこれ。ミストのハロウィンドーナツどう思う？かわいいと思う、かわいい。寝る。あとはめんべい買って帰る。美味しかった、うん、花あたんのの絆のまんま。博多 で、 でこの間新大阪に行った時にその帰りの新幹線がちょっとだけいつもより時間があったからご飯食べて帰ろうってなったんだけど、その時に私すごい冷麺が食べたくて、まあ、ずっと言ってるんだけど1ヶ月ぐらい冷麺が食べたい、冷麺が食べたい、冷麺が食べたいです。ラーメンだってトマトつけ麺を食べた、美味しかった。でそこの新大阪の駅でなんかチョコミント売ってないかなと思って新ツイッターで新大阪チョコミントって調べたけど、なんかパフェとかしかなかった。手軽なやつがあんまなかった。ラララララチッ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 チ、冷麺冷麺食べたい。うん、はんちゃん握手会1回で慣れ慣れしいのしんどい？そんなことないよ、しんどくないよ。デビルとエレナどっちが好き？すごい究極な質問。どっちも好き。幕張遠征するべき？幕張楽しみ、わかんないけど。キアラ？キアラ、秋服は昨日載せた、昨日じゃない今日載せた、こういうのだと古着屋さんでいっぱい買った、安いから、安いものが多いから。あのなんかマネージャーさん、すごいおしゃれなマネージャーさんがイコラブにいるんですけど、女の方 でその方のファッションセンスが本当に大好き でいつもそのマネージャーさんのファッションを結構参考にしたりして、でそのマネージャーさんに私ってどんな格好がいいと思いますかって聞いたら、すごいいっぱい送ってきてくれて、こういうのが似合うと思うよって、もう神様本当に神様、嬉しい。
デピちゃんのコースターが、嬉しい。それはデピちゃんのなんかグッズあんまりないかなさそうな感じだったから嬉しい。それはおう何だろう大人な部分はみんなを感じ。最近なんかバラエティとかで思うのは、ツッコミ担当なんのかもしれんって思って結構性格的にめちゃめちゃ落ち着いてるタイプだからなんか冷静な方なの。だからそれで私ってなんか突っ込んでるなってでなんか最近思い始めてきた。なんか面白いってわけじゃないから夢見る？たまに見る。醤油？醤油。パパパ派ですか？花ちゃん派ですか？花ちゃん。塩ゆで卵、ゆで卵は結構よく食べるんだけど塩しかつけない。塩じゃ紅茶すごいダメな人みたいでも私はほうじ茶が好きなんだ。出てほしい。白身は固め、あ、下手くそ字が固め、黄身は半熟。すごい難しい。今何時？
もう絶対甘党だと思う私は。めめっち今3歳、3歳あんま世話してない。メメッチってこんなんじゃない？反抗期なの？たまち一日は来た？たまにやるのがいいよね、気がきついた時。たまごっちのラインの通知切ってたんだけど、その一番上に「ねえ早く来てよ」っていうなんかメンヘラっぽいラインのね、ラインの記事のね「どうしようどうしようどうしよう、何かあったらどうしよう」って思って行ったら。寝てた。おやすみ。昨日びっくり。なんだ、私の名前はブドウっていう名前にしてる。ブドウで王にしてる。巨峰ぶどうさんにしてるんだ。私が今すごいぶどうが大好きだから、巨峰がすごい美味しくて大好きにした。これだった。梨も美味しいよね。あと5分ぐらい。ぶどう、ぶどう、いつぶどう？いいと思う。ぶどう一つぶどう？あ、ちょっと私使わねえじゃん今度。一つぶどう？じゃあ今度ダジャレ言ってくださいって言われたらそれ言うね。ぶどう一つぶどう？そう覚えてたら言うね。忘れないようにしよう。ぶどう一つぶどう、ぶどう一つ。わしはみかん派。チョコミント、みかんも美味しいよ。食べます、ぶどう、ぶどうで。ぶどう一つぶどう。何だったんだろう、桃色のモモンガ、エモエモのエモンガ、エモエモのエモンガ最近聞かないな。桃色のモモンガ、ブドウ、ブドウ。私の和だよ。今から腹筋ローラーして寝ます。頑張れ。うん、はっ、かわいそう、かわいそう。はっちゃんに早く会いたい。なれ、みんなぶどうになれ。ててんてんてん、私の羽ね。ノブさん、タカヤン、
よいしょ。卵でもどうしよう、書いてる必要って、だだだ、そうだ、水金、こうケイタ、ケイタ、じゃ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 、ありがとうございました。来てくれたみんなに、君のことが好きで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 、なんとかよなんとか、パッ、 I love you。 抜けた、ほんとだありがとう、チュチュチュ、パありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそありがとう、ありがとう、だとさよなら、知ら、この歌歌ってたら知らないって言われたんだけど、みんなみんな歌うと思ってた、これ卒業式の日に、うん、お風呂に入って知らない、うん、バイバイ、ありがとう、あ、知ってる、あ、知ってる